ここからはちょっとエッチの効いた質問をしていきたいと思います。家広さん、はい、お願いします。はい、まず物語の題材にもよく取り上げられる影武者。はい、こちらは実在したんでしょうか。うんはい、あのいてもおかしくないんですけれども、はい、あの絶対記録が残らない性質のことですから、はい、まああのあったともなかったとも明確には答えられないです。 なるほど。ちなみにいたと思いますか？まあいたんではないでしょうか。うん。なるほど。忍者っていうのはやっぱり本当にいたんですか？あ、これは確実ですね。なるほど。徳川家で伝わるやっぱ忍者っていうのはこう服部半蔵がよく挙げられると思うんですけど、でもこれはごく最初の頃だけに。あ、はい。そうなんですね。他の後の時は、あのこれですね。例えば鬼話版というのが。 いたとされておりまして、はいえー、しかし、ですねこれ結局あの吉宗将軍が和歌山藩から引き連れてきたあの側近たちなんですがそれであの将軍の目となり耳となって、えー、全国に散っていって情報を集めてくるというところから始まってだんだん普通のお侍さんになっていくんですねあなるほど、はい、やってることは忍者とお庭番は同じようなものなんですか。あのまあ 忍者がやってることが、あの、そもそも、あの、黒装族来て天井裏にとかいうのは、あんまりなかったと思いますね。はい、そうなんですか、はい。あの、どういうことかというと、はい、二分制社会なんですよね。だから、戦国時代でいくと、あの、武士は、高校しなくてはならない。例えば、はい、あの、戦う時に名乗りを上げる。まあ、これはちょっと古いかな。で、忍者は、あの、名誉がない、分ですね。はい、あの、やり、一番効率的な、やり方で仕事ができた。その違いかと思います。 なるほど。じゃあ、イメージする忍者って私の中だと池とかに入って筒で空気を吸ってるみたいなそういうのがちょっとイメージにあるんですけどそうういのはなかったやったことがある人はいるかもしれないけれどもむしろ変装していろんなところに潜り込むとかそうういいこととだ思ますよ。それをちょっと面白おかしくしたのがああいうイメージっていうことなんだと思うと。 わかりやすいんじゃないでしょうか確かに、はい、ありがとうございます、はい、徳川家康公はゲーム作品にもたくさん登場するんですけれども、はい、ちなみにこう歴史のゲームとかってやったことありますかないですわかりました、はい、え例えばなんですけれども私もすごく大好きでこうお城巡りをはまったきっかけになったゲームが、うん、信長の野望というゲームがあるんですけれども、はい、このとあるシリーズでは 徳川家康公が政治が84戦闘が88教養が80というパロメーターで表示されるんですけれども他の武将を挙げるとちなみに織田信長公は政治が95戦闘が88教養が81。うんうん で秀吉公が政治が九十九、戦闘が七十五、うん、教養が六十八なんですけれども、うん、この徳川家康公の政治が八十四、戦闘が八十八、うん、教養が八十、このデータについてどう思いますか、うんまあ？これ要するにバランスが取れてる型ですね。<あ>これなるほどなるほど。はい、あのやっぱりそんな突出,突出してないんですよね。<laughs> で、あのそれはまあまあありかと。ただ、うん、あのこれですね政治の場合。 あの秀吉がよく人たらしだっていわれるわけですよね、はいはい、でそこですごくポイントが高いと思うんですけれども、うん、99っててついてますすもんんね、はい、えそうなであとは何にもないところからいってトップまで行ったというところかと思いますけれどもでも,、はい、でもまあはたから見れば絶対うまくいかない大戦争をです、ね、あの外国に対して仕掛けるとかあのそれと結構残酷なんですね、はい、だから恐怖で支配するようなところもあったのでそこはどうかというふうに思います。はい なるほど。はい、ちなみに家広さんがつける徳川家康公のこういうパラメータあれば、どういう数字でつけますかね、うん。うん、なんかそういうことしないんですよね。私あ<ー> <laughs> なるほど。<laughs> 家広さんと家康公が似ていると思う部分は、こちらはありますか。特にはない。ですよ。なるほど。はい、私初めてお会いした時に、はい、すごく家康公に顔が似ているなと、はい。 思っているんですけど、ちなみにこう誰かから似てるって言われたこととかってありますか？あのよく言われるんですけれど、全く嬉しくないですよね。なるほど。どっちかってとあんまり嫌だっていうこと。いや嫌でもないですけど、ハートしかいいようがないのでですね。あの皆さんが見ておいでの家康の肖像画というのはあの万年のものなんですよ。ですのであの。 なんか子供の時からですねそんなお年寄りに似てる似てると言われて <laughs> 何の感情も湧き起こらなくなるわけですねずっと言われてくるってことですもんね、はいはい、確かにでもなかなか小さい頃から大人になるまで、うん はい、あの人にそっくりだよって言われることってないと思うんですよ。はい、言われ続けること同じ方を、ええ、こうやっぱりこう小さい頃はこの方に似てるねとかやっぱり変わっていくと思うので、ええ、なんか多分ずっと言われてきてるんだろうなと思うとあれなんですけど、はい、私はすごく本当に似ていて、ええ、すごいなんかこう歴史の瞬間をこういう時代を超えてなんか買いまめれることができてすごくないい経験をさせていただいてるなと思っております。はいはい、もうそうまとめていただけると大変結構。<笑><笑>ありがとうございます。はい 内面的に家康公に似てるなと思うところはありますか。うんはい、まあ、ないですよね。あ、ない,、はい。はい、ただ、はい、あのー。家康公はこの時どう考えてただろうとか感じてただろうっていうことを。大真面目にシミュレーションする人って、多分日本中で私だけだと思う。えー、えー。どういうことを考えたりするんですか。そうえー、あのー。はい、まあ、おな、全く同じシチュエーションに自分がいたらどうするだろうって。はい 真面目に考える人ってて、ねはい、かななり少ないんですね見ていてうもう先に先入観があるからだと思うんですけれども、はい、なのでそういう作業をあのしてきた結果あのこうじゃないかと見えるところはあるんですけど似てるところはあんまりないと思いますでもだからこそこうなって考えたりするからこそこうより分かりやすい深い話が聞けるのかなっていうのをすごく思いました。 ありがとうございます。うん